小学生向けのバスケットボール、通称ミニバス。県内のミニバスチームにとって夏の大イベントである選手権大会が開幕しました。今年は男女合わせて73チームがエントリー。松重町で行われた開会式には14チームが参加し、前年度の優勝旗の返還や選手宣誓が行われました。先生、僕たちはバスケができることに感謝し、仲間を信じ、仲間と共に最後まで走り抜き、全力を尽くすことを誓います。徳島県ミニバスケットボール選手権大会は、チーム同士の交流や技術力の向上を図ることを目的に開催。今年で46回目を迎える伝統ある大会です。県内5会場で4日間にわたりトーナメント方式で試合が展開されます。大人顔負けの迫力あるプレーと一進一退の攻防に観客席は大盛り上がり。7日には鳴門網延流ホールにて決勝戦が行われます。